ネーズビーの戦いは1645年6月14日に発生した新京都革命の帰趨を決定づけた王党派と議会派の戦闘である。この戦いによって形勢は議会派に大きく傾き、第一次イングランド内戦は議会派の優勢で終結に向かった。1645年の初め、国王軍は強化されつつある議会軍、特にニューモデル軍に脅威を感じてきており、未だ編成途上であったニューモデル軍を早めに叩く機会を伺っていた。その一方で、マーストン・ムーアの戦いによって失われていたイングランド北部を取り戻し、スコットランドのモントローズ公、ジェームズ・グラハムの助力を得ることも期待していた。国王軍は北方に戦力を割いて、平定に赴き、主力は数を減らしていた。一方、議会派は、王党派本拠地のオックスフォード包囲をトーマス・フェアファクスに命じた。当初国王軍は、北部平定のためには、都合が良いと相手にしなかったが、5月になってオックスフォードが陥落しそうだという報が伝わると、5月31日、議会軍の気をそらすために、議会軍の砦を攻撃した。さらにフェアファクスを叩くため、チャールズ一世とカンバーランド公ルパートは、オックスフォードに軍を向けた。イングランド議会は、レスター陥落に動揺し、国王軍主力の撃退をフェアファクスに命じた。6月5日、フェアファクスは北に軍を向け、ダベントリーで国王軍の先遣隊と衝突した。また、事態条例で軍から離れていたオリバー・クロムウェルが6月10日に、議会の例外的措置で、ニューモデル軍副司令官として軍に復帰、13日に、敵機隊600人の精鋭を率いて、フェアファクスの本隊と合流した。翌14日、両軍はネーズビーで対峙した。議会軍は左翼にヘンリー・アヤトン少将、右翼にオリバー・クロムウェル中将、中央にフェアファクスとフィリップ・スキッポンが布陣した。国王軍は左翼にマーマデューク・ラングデール、右翼はルパート、中央はチャールズ一世が布陣した。議会軍は国王軍より約2倍あり有利だったが、国王軍はニューモデル軍に新規兵が多いため戦況を楽観視していた。午前10時、国王軍が一斉に前進を始めた。右翼のクロムウェルは対抗するために、ダストの丘の上まで上がって、剣撃を交えた。左翼では、ルパートの激しい突撃に、アイアトンがこらえきれず回走を始め、アイアトンは、補導なく、捕虜となった。左翼は崩壊してしまったが、敗走を続ける部隊にルパートは、追撃を続け、戦場から離れてしまった。中央では、ジェイコブ・アストレート・スキッポンが、銃撃戦を始め、その後長層の応酬が行われた。その中でスキッポンが銃撃にあって負傷し、議会軍はじりじりと後退し始めた。予備隊にいたフェアファクスはスキッポンの代わりに戦線を維持せざるを得なかった。後にプライドのパージで知られることとなるトマス・プライド大佐らの働きでアストレイの攻勢に対処できた。右翼のクロムウェル敵機隊は激しい攻撃によってじりじりとラングデールの騎兵隊を押し返してきていた。クロムウェルは国王本隊に迫りつつあり、チャールズ一世は親衛隊を割いて敵機隊を追い払おうとした。ところが、この命令が誤って伝わり、親衛隊は後ろに下がってしまった。クロムウェルはこの隙を見逃さず、チャールズ一世の不評連隊を壊滅させた。一方左翼でもアイアトンの残存部隊の一部が空になった国王軍右翼を攻め立てており、国王軍は左右から攻撃される形となってしまった。遠く離れたルパートが戻ってきた時には、国王軍は総崩れとなっていた。ネーズビーの戦いによって、国王軍は壊滅的な損害を被った。議会派はこの勝利をイングランド中に宣伝し、勝利を印象づけた。兵糧や大砲は議会軍に接収され、国王軍の再建は事実上不可能となった。内戦はさらに1年続いたが、国王軍は劣勢を逆転することはできず、議会軍に次々と拠点を奪われ武将たちは降伏していった。フェアファクスと帰化のニューモデル軍は西部へ進軍し9月10日に、ルパートがこもるブリストルを包囲、降伏に追い込んだ。1646年5月に、オックスフォードも議会軍に包囲され6月24日に陥落。チャールズ一世は包囲直前に、オックスフォードから脱出して、スコットランドに亡命を余儀なくされた。ABCD 松村、P500。今井、P87。清水、P88、P89。ウェッジウッド、P458、P467。今井、P87、P88。清水、P89。ウェッジウッド、P468、P469。今井、P88。清水、P89、P90。ウェッジウッド、P468、P469。今井、P88、P90。清水、P90、P91。ウェッジウッド、P469、P473。今井、P90。清水、P91、P96。ありがとうございます。